はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフトーマ王国編第22章やっていきたいと思います。まずは恒例の温泉ですけど、俺は一体どれだけ男湯に入り続けてるんだ。温泉で一休みしましょうか。お前休んでねえだろ、すぐ上がってるんだから毎回毎回。あー、今回は大丈夫っすね。これは一番左がビエリで、真ん中がルーナかな。見て見て、ビエリ結構お胸があるのよ。ミカミックス様のも見せてほしいの。ほんとか、後でちょっと見てやる。いい湯ですね。ほんと、私も気が抜けまくってるわ。今美容のことで頭がいっぱいよ。一番右誰だこれ。匠に似てるな。あ、フェリシアか。幸せです。溶けちゃう前に出ないといけませんね。ほんとに溶けんの。ではビエリの自慢のお胸とやらを拝見させてもらうか。ほんほんほん、このくらいね。でミカミックスは、あー、確かにビエリの方が、この中でいくとビエリがナンバーワンかな。うん、そうですね。じゃあ上がりますか。誰か来たようです。これ誰？あ、おぼろちゃんか。じゃあおぼろもチェックしていきますか。おぼろは普通だな。ちょっと見づらいな、湯に浸かってると。そろそろ上がりましょうか。誰もいなくなってるし。では戦場へ向かいますか、再び。おっとっと、22章、母の記憶。ロンタオの裏切りに決着をつけたミカミックスたちは深い森へと足を踏み入れる。そこでの戦いはアクアにとって辛い痛みを伴うものであった。うん、まあ、アクアは戦わないけどね。早々に死んだから。バッカーがいた方がもっとサクッと進めたのかな。すげえな、龍馬闘気を帯びている。一体この森はどこまで続くのでしょう。大丈夫よミカミックス、道はこっちで合ってるわ。あ、アクアさんはこの森に来たことがあるのですか。ええ、かすかに記憶に残ってる。まだ小さい頃お母様と手をつないで。ん、なんだ、不穏な空気が流れ始めた。ようこそトーマ王国へ。おお。お母様、どうしてここにいるの。だってあなたはとっくの昔に。私はシェンメイ、トーマ王ハイドラ様の忠実なしもべ、トーマの眷属の一人です。そんな、トーマの眷属。はい、浮遊島では敗れてしまいましたが、今度はそうはいきません。お母様。じゃあ、あの時の魔導士はお母様だったの。なんてことを。トーマ王は死んだ人間を手下にできるとは聞いていたが、アクアの母親まで眷属にするだなんて、ひどい真似をする。アクアさん。大丈夫ですか。ええ。この人はお母様じゃない。生きていた頃の記憶もない。ただのトーマの眷属だから。そうよね、お母様。え、お母様、わけのわからないことを。私にわかっているのはただ一つ、あなた方はここで全員死ぬということです。すべてはトーマ王ハイドラ様のご意志のままに。さあ行くわよ。あれ、ミカミックス、みんなも武器を構えて、眷属と思って戦わなければ。ここで死ぬだけよ。所詮は姿形を似せた人形だ。この俺の敵ではない。龍脈があるな。森か。なるほど。森を焼き払って進んでいく感じね。また宝箱があるな。これ宝箱取れなかったかな、前回1個。シェンメイはストラテジスト。まあ、森を焼き払いながら、上と下で分かれていくか、そうすると。よし。ユニットは？フーガまで出れるな。一応、ベルカを鍛えたんで、レブナントナイトになってますね。こんなものかな。よし、
じゃあちょっとまたドーピングをしますか。思ったんだけど、防塵かける人あんまりドーピングしなくていい気もするけど、まあ、誰を防塵にかけるかっていうのはちょっとその時の現場の判断になるからな。まずこの森を焼き払おう。誰で行こうかな。まあレオンだな。そうすると龍脈ほい。おお、これでここが通じたということか。少し待つか。そうするとここでこいつはちょっと写し見をかけよう。で、フェリシアの大体主人公と防塵かけるからな。フェリシアのドーピングはいらないかな、そうすると。少しちょっと、ここで待つのがいいかな。フーガは？フーガ結構いいな。よし。で、こいつをまずぶっ倒す。よし、ちょっと自軍ターンはあれにしようか。で自分をここに置いて、下のやつらは大丈夫か。来れないな。まあ一旦ちょっとこれで様子を見よう。あれ時短じゃなかったっけ。まあ無駄なことだ。この何サササササって歩いてくんの。何なの。でも 51% か。サササササ。すまぬ。お、銀の刀。何、結構当たらないな。魔力が低いんだな、きっとこの職業は。あ、飛んできてるやつがいるよ。マスターロードだからね。魔力いくつ。魔力でも25はあるのか。ちょっと環境 G ユニットじゃなくて、なんだっけ、 G ターンだ。とりあえずこいつはこっちです。勝てる戦だ。そうだな、龍馬さえいればもう勝ち戦だからな。こいつらしか戦ってないからな、もう全然。じゃあ宿の神で攻撃をするか。よーし、逃げたりしません。よし、早い。モーションが早い。よし、宝の鍵手に入れて。アドベンチャラーどこだ。アドベンチャラー、こいつを鍵を持ってかないとな。近くに鍵がいればそいつからパクるんだけど、いねえな。鍵開けとしてこいつを連れていくか。じゃあちょっと待って、マークスでこいつを攻撃して。大丈夫だ。夕霧の鍵開けはちょっと外しちゃったんですよね。もういらねえなと思って。私の勝ちだ。ちょ、こいつ護衛でつけていくか。ダブル護衛。おお、こいつも宝の鍵を持っている。下に向かわせよう。下に向かわせるやつがいない。カミラ、うわ、こいつやばい、危険だ。こいつだってこっちまで行くでしょ。そうするとレオンか。こいつも危険水域に来てんな。一旦これでいいかな。
おっ、キュー復讐来るか。とりあえずこいつでぶっ倒そう。手裏剣、素敵な断末魔。これはどっちだ、映し見なのか。あー、鍵なんだ、結構あるじゃん。ここの森はいらねえな。このままガンガン攻める。下がなちょっと手薄になっちゃったな。そうするとベルカで攻撃を仕掛ける。反撃不能の時はプラス4なんだけど、それでもちょっと弱えな。よし、8レベル。でここにこいつを持ってきて、さくらは、そう、さくら戦巫女になったから攻撃が弓なんすよね。そして弓レベルが低いから青銅の弓しかない。匠も下に持ってくか。そうするとで、カミラは結構飛び回れるからわりかし自由キャラだな。こいつ山伏か、警報者か。こいつ全然動けねえな、ほっとこうサンダーソード弱えなマジで。魔力が低いとこうも弱いとは。それとも魔法防御が単に高いのか。楽しませよ。節約できるとか節約してこう。鍵はむだ。痛い。アドベンチャラーでこの宝箱を開けて、お、まあ、使ってないからな。一応じゃあマークスで、いやマークスじゃなくて、ん、こいつどこまで来るんだ。うわ結構射程があるな。やっぱマークスで開けるか。ここを燃やせ、ファイガーで、ここにいて、こんな感じか。でこいつはもうこのままどんどん行くでしょ。うつしみが遅れている。うつしみはちょっと後ろから行こうマックスじゃなくて龍馬にここら辺は倒してもらいたいからな。うお、弱え、マジ弱え。ガードは強いな。あ、しまった、下のやつ動かすの忘れてた何やってんだ俺は。お、結構食らった5。きついな。このまま攻撃を食らい続けるときつい。めったに食らわないけど。回復してきやがった。おお、めちゃくちゃ回復してるな。そう、まずこいつは、こいつを倒さないことには始まらん。サポートする。許してください。意外にね、マークスとサクラ今仲いいんですよ。そしてこいつも倒す。あ、この宝箱を開けるためにはここら辺を開けないといけないんだ。じゃあ次のターンまで待とう。いや、こいつを倒してからにしよう。え、どこだ。
うん。これでチクチク攻撃をしていこう。くらえ。いいね、死の吐息。お、ウリティカルヒット。やっぱり飛んでるキャラも重要だよな。それでここを開ければまあいいでしょう。真ん中が少し詰まり始めてきてるな。あれ、ここどうやって開けんの。開けらんねえんだけど。下から行かないと開けらんねえし。急げ急げ。真ん中がきついな。うお、危険だ危険。まずこいつを倒せるやつを倒す。折れたりしません。やめてください。で、ヤトノカミ。どっちもどっちだな。でもヤトノカミだと回避率が高いっていうか倒した。これ早いからいいな。あれ、また出た。これでいいんです。で、アドベンチャラーではこいつを攻撃始めるぞ。諦めろ。キラー棒のクリティカルはさすがだな。死ぬのは怖いさ。攻撃できて倒せるか。倒せる、いける。大丈夫。逃がしもう今思ったけど、アシュラとカミラを組ませて宝箱の近くに持ってくっていうのはどうだ。やばい、リョーマちょっと前に出すぎて。あ、こいつ攻撃してくんじゃねえかよ。しかも回復させられたし。何、倒せない。こいつここにあって、完璧に勝つよ。だって下のやつって鍵持ってる人いたっけ。でこいつを組ませて、で持ってきて下ろせばいいんだよ。だってここにして下ろしてこうで、次開けてもらえばいいんだ完璧だ。じゃあこいつらは下に行こう。千代さくら回復させるか、レオンを。で、あと飛んでるやつはもう完全に遊撃部隊だな。ここは攻撃ができる。ノスフェラトゥ、紫ノスフェラトゥになってる。あとはこいつをぶっ倒せばいいわけでしょ。いくぜ。そう、モズメショートボウ持たせたんだよな。お大臣つえやったで。これでな、小判を1個消費したか。あ、そっか、格好を開けないとね。宝箱リカバー微妙だ。調合薬使うか。前線に出しすぎたからな。ここの宝箱開けたい。あれ、もうでもだいぶ制圧完了してるな。あ、いった。まさかここまで来るとは。なんで今リョーマン回復したんだ。ここ大丈夫、君動く。動きはしないか。で、鍵を持ってんのは、あれ、写し見もアイテム共有なんだ鍵が2つあるように見える。
まずこの魔物をぶっ倒すか。そうするとまあ、変わんないけどね、ヒットポイント減ってないから。勝てると思った。さて行くぜ。で鍵を開けてもらって、おお銀の暗記で防刃を組んでまた進むか。ここを焼き払うか。なんかもうだいぶ決まったな。いつの間にかって感じだ。宝箱を目指していたらいつの間にか勝負が決まっていた。危ね危ね、いくつ食らうんだ。あ、危ね危ね危ね、怖い。もうダメージ予測が見れないから。おお、なんだ、全体範囲回復、大祭りか。マックスでいけねえし。主人公でここを開けて、で宝の鍵と、おエクスカリバー取っといてよかった。なおかつ写し見で攻撃。あれ制圧だっけ今回の目的。制圧の場合はボスを倒しても時間に余裕があるからな。でこいつは射程2に入らなければ大丈夫だ。下行こうっと、やつを倒す。宝箱全部取ったんだ。ってことはもう勝敗消したからこれでいいや。無駄無駄無駄、ほら。さてじゃあ神明には悪いが死んでもらうか。どっちが強い？どっちも変わらない。お、ボスの音楽っぽい。すべては東魔王ハイドラ様のため。でもさ、砦にいてさこれだけダメージが当たるって、龍馬すげえかっこよく決めた以前より力が増している。別の策を講じねばならないようですね。そりゃそうだよ、レベル上げしたもんお前でさえ経験値2しかくれないもんな。制圧できねえもう大丈夫だよね。とりあえず一旦念のため全てのマップを、よし、制圧完了。なかなかやりますね。ここは一度引くことにしましょう。これだけ圧倒的な力の差を見せつけてもまだお前はやる気なのか。シェンメイは本気で俺たちを殺しに来た弱かったけどね。残念だがあれはかつてのお前の母ではない。そうね、分かっているわ。けれどまさかこんな形で。アクアさん、お母様は私に歌を教えてくれたわ。いいえ、それだけじゃない。命が燃え尽きる瞬間までトーマの歴史を伝えてくれた。ミカミックスと一緒に戦うことになったのもお母様から全てを聞いていたから。私にとってお母様は生きる道しるべを与えてくれた大切な人よ。でももういない、お母様は死んでしまったの。見た目がお母様でもそこに心がなければ死んでいるのと同じことだから。それでも倒せるのですか。当たり前だろ、心がなければ人形と一緒だ、写し見と一緒だよ。お母様だってそれを望んでいるはず。はい、というところで第22章これで終了して、また次回やっていきたいと思います。